い、レーサー主将2の肉です。こんばんは。レーサークラ、レーサークラフト、やってますか？うん。ちょっとオープニング変わってたでしょ。ちょっと一生懸命作ってみました。どうですか？かっこよくないですか？ちょっと長いかなって思うんですけど、なんか曲の切れ目で言うとはここなんですよ。お付き合いください。ちょっと使っていこうと思うんで。でね、僕の動画ですね、レザクラの技術動画っていうのはあんまりなくて、たまに裏技程度にやりますけど、技術は、皆さんいっぱいやってるんで、そちらの方を見ていただける方がいいかなと思って、僕の場合はですね、僕、大阪の森口市ってところで、14年間お店やってるんですよね、レザクラで、ハンドメイドでこういうの作ってるんですよね。で、一応送っていけてるんですよ。なので、僕のその、流儀やったり、レザクラやるための流儀やったり、その、お店の話、そういう風なちょっとレザクラの技術動画とは違うことをやっていこうかなと思ってます。もしよかったら、いいね、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。で、今日はですね、昨日の続きなんですけど、ちょっと続くんですけどね、レザクラコンテストスピンオフの花声ですね。ちょっと待ってください。今日はワインです。大きいやつでね、なんかね、グラスがカップがなくて大きいやつで飲んだらね、よ今日もね、レザクラコンテストのスピンオフなんですけど、やっていきましょうか。今日もいい感じですよ。楽しいですよ。まずはこちら。タモホルダー、ブルーマールさん、お店にも来てくれた、最近ストーリーとかいろいろ出してると思うんですけど、ブルーマールさんの、タモホルダーなんですけどね、これすごくないですか？めちゃくちゃ凝ってるんですよね。もう香りもがっつりやし、なんかね、やっぱりタモってある程度の重量するし、やっぱりそのタモってわかります？網です。釣りする時の網なんですよ。なんかチヌとか釣る時のやっぱ大きいんでね、結構しっかりした網がいるらしくて、それをこうなんていうの、その釣り場まで行く時にこう刺して両手使えるんで、ほんで釣りする時も両手使えるようにっていうので、タモホルダーっていうやつなんですよね。それをなんて言ってたかな、1年ぐらいしかまだレザークラやってへんけど、それが作りたくてやりだしたのかな。で作って、それをすぐ販売したら、作った分売れるらしいんですよ。すごいですよね。なんか作る時間があんまなくて、1ヶ月に4個ぐらいしか作られへんらしくて、半年ぐらいかな、だからレザークラやりだして、でも30個ぐらい今まで作って全部売れてるらしいんですよ。でもね、金額がね、送料別に7000円ぐらいで今販売してるますって。ほんで僕のところに来てくれたんで、そのいろいろお話して、2回来てくれたんですよね。でいろいろお話して、ちょっと値上げした方がいいんちゃいますかって、それ過去を段階的に値段をつけて変えていった方がいいんちゃいますかっていう話をしましたね。だって安すぎますもん、この作りで。昨日もね、かがりの作品ありましたけど、かがりってね、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。かかるんですよ。かっこいいんですけどね、ワイルドな雰囲気やってて、僕はね、時間かかりすぎんのと、その割に金額取れへんのと、やっぱりね、だんだん切れていくっていうのがね、これトリプルクロスですっちゃうかな、なんで僕はやらないっていう結果になりました。嫌いではないんですけどね。そうなんですよ、めちゃくちゃいい感じなんですよね。ただやっぱりね、ご自身も言ってたように、独創性っていうのがないですよね、個性っていうやつが。だからそこをどうするかですよね。そのまんまこの作りのまんまいくんか、独創性みたいなんで、自分のとこしか売ってないものっていうのでいくんか、あと価格とか、もう販売してるんでね、これに関してはあんまりそんな、言うこともないと思うんですよね。販売して売れてるっていう実績があるんで。なのでね、こっからその煮詰めていって、よりいいものになったらいいなと思います。皆さんもよかったらコメントお願いします。で次はね、どうしようかな、こちら。これね、よう分からんでしょ、見た感じ。手作り SY さん、うちの仲いいメンバーの手作り SY さんの馬蹄型のコインケース。でも、馬蹄型のコインケースってよくあるじゃないですか。でも、駒合わせじゃないフラップタイプらしいんですよ。要、馬蹄型ってこうスポッて入る。このね、クリアランスがめっちゃ難しいんですよね。僕も何度か試してみたんですけど、僕の縫い方じゃ、やっぱ難しくて、僕も作らない
方向に持っていってます。でやっぱりねこれはね、手作り SY さんもメールくれたんですけど、ねやっぱりある程度のそのレザクラをがっつりやってる人じゃないと作られへんとこはやっぱあるんですよね。その革のクリアランスやったりその縫い目、型紙の作り方、もう全ての集大成が結構入ってたりするんですよ。なかなか難しいんですよ。で使っていくうちに革ってやっぱり痩せてくるんで、それがスカスカになってもあかんっていうので、意外にねその辺で売ってるやつってねスカスカになるんですよ。あそこを意外に考えてないですよ。あれでね、まああんまり言わないですけど、まあ、ちょこっとしたコツがあります。僕はあんまり言わないですけど、でもこれをねやったきっかけっていうのはね、なんか手作りやすばりさんの友達の彼女さんが作りたいので教えてくださいと頼まれたのがきっかけらしいんですよ。なんかその彼女さんが、彼氏さんにいつもその休みの日はなんか相手してもらってて、それは当たり前なんですけどね。でなんかまあ幸せなんでしょうねでふと思っ言われたんが、そのバテー型のコインケースってかっこいいよねってなんか言われたらしいんですよ。でそのすごいですよね、買うんじゃなくて自分で作りたいと思ったってね。ほんで手作り SY さんがまあまあ初心者にはまず難しいと、自分でその作れるぐらいの型紙に起こして作成できるようにっていう風に作ったんがこれらしいんですよ。なんかねそれってねやっぱりねこのレザクラの原点やと思うんですよ。僕がその今の奥さんが彼女の時にそのやっぱり財布を作ってあげたいと思ったからやりだしたって、やっぱそこがね、誰かのためにものを作りするっていうのがやっぱりその誰を幸せにするかっていうのがレザクラっていうかものづくりの原点やと思うんですよね。それをなんか忘れたらやっぱり違う方向に行くんですよね、お金やったりね。なのでまあ販売するお金っていうのは大事ですけど、お金を得る前にその何か違う方向でその誰かを幸せにするからお金をもらえる、お金をもらうために売るんじゃなく、その売るっていう技術、売るっていうことを楽しみにする、それもものづくりに入ってると思うんで、ことづくりかな、そういう風にやっていくといいと思います。これはね手作り SY さんがすごく勉強になったと思いますよ、この出来事っていうのは、そのことっていうのは。なのでね、こっからこれを煮詰めていって、なんかね、自分で販売すると5500円でワークショップで3500円っていう感じらしいんですよ。これだからね、そういうのが意外にねヒットを出す商品に作品になると思うんですよね。これはねそうなんですよね。まだやっぱり出来立てなんで荒削りなんで、僕もそのなんていうやろ、うまいことをその言えないんですけど、アドバイスはできないんですけど、そうやな、これはねやっぱり皆さんでちょっといい感じに持っていかないですか。僕やっぱワークショップすごく大事だと思うんですよね。なので皆さんでこれやっぱりいつも以上に考えて、いい感じにコメントいただいて、いい方向に向かっていける作品なんちゃうかなと思います。コメントよろしくお願いします。で次も手作り SY さんなんですけど、こちらかっこいいね、普通にねこれはかっこいいよ。ねあった、ハンプとねレザーのトートバッグ、いやいい感じですよね。で真ん中にセンシルで Life is beautiful、 これはあれなんかな、わざとこういう感じに時代してんやろうね。ステンシル型紙から煮詰めて作った、男女問わずモテるようにしました。いやーすごい、いやー普通になんかいい雰囲気だと思います。で、金額34,000円、ありやと思いますよ。そうですね、だから半分ね、まあこれなんかカーキみたいなの使ってるじゃないですか。僕この色合いやったらベージュ使うかな、この左側のこの茶色いやつは赤茶っぽいやつ、オレンジっぽいやつ、
は、うん、ベージュかなっていう、まあそれはでも僕の色合いのセンスなんであれなんですけど、ほんでね、ね、言うならばもうちょい帆布とレザーの量を考えた方がいいかなって。これやったらね、ほとんどレザーじゃないですか。これやったら手間かかるだけで、レザーのバッグでいいんじゃねみたいな感じも出てくるんですよ。でね、帆布とレザーってやっぱり帆布がいくら強いって言ってもレザーの方が強いんで、使っていくうちにこう段差段差でここが擦れてくるんですよ、このジョイント部分が。で、破れてくるっていうあれがあるんですよね。だからもうちょいね、そのね、レザーの量を増やした方が、そこら辺回避できたりするんですよ。でね、そうはな、男女問わずモテる大きさなんですけど、多分横35とかなんかな、縦40ぐらいなんかな、なんですけど、このストラップの部分のデザインがもうちょい女性的な方がいいかな。ちょっとやっぱり男性的な感じがするかなっていう感じですね、うん、ハンドルのこの幅も、ハンドルとハンドルの間の幅もちょっと大きいかなって。僕のやつもこれ大きいんですよ。これ横がでかいんですよ。横が狭い場合はだいぶとしぼめます。うん、で男性に、使っていただく場合、オーダーなんで、これは男性を意識した場合、しかもオーダーの場合はその子のこと知ってるんで、僕の場合はこれ、この子の場合は、その肩幅やったりがっちりした感じなんか華奢なんかで、ハンドルの位置を変えたりもします。うん、そういう風にやっていくとこれはいいんちゃうかな。うん、皆さんどう思いますか？ぜひよかったら、こちらの方もコメントでアドバイスいただけると嬉しいですね。うん、でもかっこいいですね。僕好きですよ。帆布意外に好きです。帆布とレザーの組み合わせ特に好きです。うん、僕もいつか作ってみたいなとは思ってる類のもんではあります。うん、だからね、ミシンとか入れたっていうのがあるんで、今日はこんな感じですかね。皆さんどうですか？だんだん面白くなってきたでしょ。もっともっと面白くなるんで楽しみにしてください。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、今日からね、サムネのポーズが変わります。楽しみに。明日訳を言います。